慶長17年4月13日宮本武蔵は父無二歳の旧敵佐々木小次郎と雌雄を決すべく巌流島へと向かっていた。一方小次郎は今や遅しとすでに武蔵を待ち構えていたのである。嫌われるんだよ。せめてな、伝言くらいしとけよ。そういうのをな、ルーズの伝言なんてな。分かったか。それからな、小次郎、お前もお前だ。なんだこの長い刀は。お前卑怯だな。さてはお前、昔卑怯少年だったな。すごい卑怯だろ。前黙って聞けよ。それからな、お前の海に入るなよ。まだまだ寒いからな。風邪ひくぞ。とにかくな、二人とももう仲良くなれよ。な、俺は兄貴が待ってるから。じゃあな、甘えよ、コッペパン。なんだあいつは。じゃあリーチと行こうかな。ただよ。あら、おばちゃん。はい。ちょっとポカリくれる。これ高いぞ、お前悪いけどよ。やばい。見えないもんな、ターザン。はい。じゃあここに置いときます。あ、すみませんね。乾杯しゅん。乾杯。ああ、入っちゃったこれ。まいったな。やばいですよ。いや、一か八かな。勝負しますあ。勝負。はいのー。ああ。うわよ。すげえなこれ。リーチ一発白、縦本ドラドラバンバン。バイマン。はい、ちょうだいちょうだいちょうだい。バイマン。あるか本当に。箱店。箱店。貸しね。よし、もう一発か。あれ？あれ？頑張るぞ。すいません。ここはあの全自動麻雀卓だよね。そうですよ。このかき回すのとか全自動でしょ。ええ、これどうすりゃいいのこれ。じゃあここにあるんでやりましょうか。あ、じゃあお願いします。いきますよ。はい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 。この台かい。はい。はい。いらっしゃいませ。ようこそ全自動麻雀卓。いらっしゃいませ。積むのは自分でやってくださいね。ありがとうございました。借りた10万円は必ず返します。ただもう5日だけ待ってもらえませんか。その5日だけ待ってもらえば必ず10万円返しますので、そのことはあの社長に言ってもらえませんか。必ず返します。ただもう5日ばかり待ってください。必ずお金が返しますから、なんとかそこ社長によろしく。分かりました。社長にその旨伝えましょう。お願いします。恐縮です。ちょっとこちらでお待ちいただけますか。はい、すいません。お願いします。
なんかやりやした。今あのこのガクがガクッと落ちた。今落っこったですよ。これ今。私は何もしませんよ。まあ、これガクッと落っこったですよ。今すいません。何もしてないんだろうね。私は何もしませんよ。ここ座ってましたから。落ちましたこれ。そちらでお待ちください。はい。やりやした。今あのあれをあれを怒ったんですけど、ガタンと。いやあの私は何もしませんよ。今届いたらガタンって今怒っちゃいました。本当に何もやってないんだろうな。何もしません私は。何もしません。何もしません。本当に。そりゃそうだろうよ。なあ、ちょっとこちらでお待ちください。本当に何もやってないんだろうな。何もしません私は。何もずっと座ってから何もしません。ちょっとこちらでお待ちください。はい。こちらでお待ちください。よろしくお願いします。なんかやりやした。私は何もしません。今あのそとバタンとこれバタンとこっち来たんですよ。私は何もしません。ああ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 。こんな親分の大切にしてるものをよ。え？あの私は本当に何もしませんから。これあのガタンと。俺が親父さんに叱られちゃうんだよ。ちょっと持ってくれ。これ本物ですかこれ？本物だよお前。うわあ。な俺はもう親父さんに叱られちゃうよお前これちゃんと。あれ？おお。騒いでんの。いやいや、あのね、やばだ、あの子はこれ、トガバタンとこって、こいつはこれね、あの、つぶってね、やめろ。このダウンで、これ。
凍っちゃったかしら。お母さん、大変だ、凍っちゃってるぞ。危ない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 勇気を出して言うけど、のりこさん、はい、足臭い。気をつけろよ、おめえ。東京な、悪いやつがいっぱいいるっていうからな。あ？おめえみたいに田舎から出てきた娘騙そうとする男がいっぱいいるっていうからな。あ？そういう人たちにあんた引っかかるんじゃないよ。都会の連中と付き合っていてもね、不自然な真似するとダメだぞ。そんなことしてみろ、お嫁に行けなくなるだよ。分かってるって、私お父ちゃんとお母ちゃんの子供だよ。そんなことするわけないじゃない。お父ちゃんもね、お母ちゃんもね、のりこのこと心配なんだよ。ん？大丈夫、私を信用してよね。じゃあそろそろ行くね。行くか。うん、気をつけるな。うん。あ。どういうこと？電話しろな。何かあったら電話しろ。お正月には必ず帰ってくんだよ。帰ってくる。じゃあ行ってきます。体気をつけろ。体気をつけろや。ああ、うん。
めっきり寒くなったな。そうですね。のりこのやつは風邪でもひいてなきゃいいがな。そうですね、うん、心配なんですか。そんなことはねえけどよ。声の一つも聞きたいんでしょ。そんなことはねえよ。そうだったら電話の一本も入れりゃいいじゃないですか。なんかあったら向こうから電話食うべだって、うん、そんなこと言わずにお父さんから電話してやればのりこだって喜びますよ。うん、かしてみるかな、はい、よいしょ。何番だっけな。ちょっと 見せてくれや。はい。ノーノーノー。いつまで回してんだよ。お父さん。もずもず、のりこか。あ、お父ちゃん。うんうん、どうだ、元気してるか。元気よ。あ、そうだ、こんな遅い時間電話して悪かったが。うん、まだ起きてた。あ、風呂入ったかい。うん、お風呂入った。歯磨けよ。うん、宿題やれよ。ババンババンバンバンって友達できたか。うん、いっぱいできたよ。そうかそうか、そりゃよかったな。とりあえず真面目にやってんだな。真面目よ。だって今だってこうやって家にちゃんといるじゃない。うん、そうかそうか。のりこ、誰から電話で早くしてるの。のりこ、だ、誰かいんのか。あ、うん、あのテレビ、テレビ。うん、そうかそうか。のりこ、おい、あともう一回。おい、今のりこって言わなかったか。あのね、なんかテレビのドラマのあのヒロインみたい。あ、テレビでいいのか。なんだ今のその声は。あの隣の犬なのよ。もなんかね、最近うるさいのよ。なんかね、盛りついちゃって。犬か。そうなの。真面目にやってんだな。じゃな、真面目よ、真面目。私だとお父ちゃんとお母ちゃんの子供なんだからさ、真面目。そうかそうか。うん、誰かそばにいんのか。それ、うん、いないよ。一人よ、一人に決まってるじゃない。本当だけど誰もそばにいねえか。お前、誰もいない。一人、一人よ、私が一人。本当か。本当よ、本当に一人よ。あー、なんだてめえは。なんだてめえはって言ったの今。まあまあ、俺行くな。バカ野郎、おい、この野郎、意外そう、おめえは。バカ野郎。のりこのお母さん、本当にこんなことしてますよ、東京で。してないっすよ。お母ちゃんの子供なのに似ただけで。陽子さんよ、はい、飯はまだから。ご飯ならもう食べましたよ。俺は晩飯食ったかい。ええ、食べましたよ。あ、そうか。なんだ、ばあさんの姿が見えないけど、ばあさんどこ行っただよ。おじいちゃん、おばあちゃんは3年前にお亡くなりになったでしょ。あ、死んだかい、ばあさん。あ、そうか。おじいちゃん、はい、私明日早いんですからね。毎日毎日ご苦労様です。それいいから、はい、もう早く寝てちょうだいよ。はい、俺も今寝ようと思ってたんだよ。おじいちゃん、自分の部屋で寝てください。俺の部屋向こうだな。そう、悪かったな、起こしてな。電気消して。寝るよ。こっちだよか。陽子さんよ、はい、飯はまだか。食べたでしょうがに。お
俺飯食ったか、あんたが腹減ったんだけど。食べてさっき。あ、そうか、うん、あのキッチンスタジオの生野真世さんの姿が見えないんだけど。あの人はどこ行ったのよ。これはテレビの話でしょ。エッセイ見ても出てないだよ。これはテレビの話でしょ。ばあさんの姿が見えないんだけど。3年前に死んだの。あ、死んだか、うん、そっか。おじいちゃん、自分の部屋で寝てくださいよ。はい、わかりました。電気おやすみね。だからおじいちゃん、飯はまだかい。さっき食べたでしょ。あんだ小腹空いてよ。あのばあさんの姿が見えないだけど。3年前に死んだの。あ、そうか、死んだか。お飯食ったか。食べた。今晩俺何食っただっけ。カツ丼。カツ丼。なんだ覚えがない。早く寝てくださいよ。はい。うちのじいさん、そうね、寝てやしね。陽子さん、飯はまだかい。ああ、もうまたかよ。あれ、どこ。飯はまだかよ、陽子さんよ。腹減ったんだけど。いい加減にしろ。いい加減にしろ。ああ、
どうしたの、どうした。この末なの。変なおじさんだね。あ、うさぎ言うかよお前。ここじゃねえべ。なんだくすみやって言わないと、なんだくすみやって、なんだくすみやって言っとんなきゃダメだよ。なあ、頼むよ頼むよ。なあなあなあ、もう見りゃわかるよ。そうです、私が変なおじさんです。変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん、変なおじさんか。あら。なこんだ。食べておくださいいつもすまねえな。さあ、あったかいし食べておくれよ、とっちゃん。ありがとう。だけど、お前たちの分はあるのか。心配せんでいいよ、あたいらのことは。そうだよ、あたしとお姉ちゃんでお父ちゃんの病気治してあげるからね。そうだ。すまねえな。食べておくれよ、梅干し入るかい。ありがとう。ああ、これも取ってるで。おい、取ったんや。金はできたかよ。あ、それがあの、なんでなんで、おら、取ったん。もうとっくに期限は切れてんだよ。ああ、どうするんだよ。もうなんとか、あと3日、3日だけ待って。あれは来てんだ、おら。おうおうおう、相手は片桁静かにしろ、バカ野郎。おい、とっつぁん、俺たちもな、ガキの使いじゃねえんだよ。手ぶらで帰るわけじゃいかねえんだよ。とは言うものの、とっちゃんには返す金がねえ。そこでだ、俺も仏の剣と言われた男だ。もう金を返せとは言わねえよ。本当ですか。ただし、ただし、金の代わりに娘連れてくれ。お願いでございます。病気のお父さんと幼い妹を置いて私は行くわけには参りません。話してください。お願いでございます。お願いでございます。おうおうおう、よく聞けよ。若い方の娘もらっていくぞ。ですからお願いでございます。私はどうしても行くわけにはいきません。いやいやいや、いや、行きません行きません行きません。おう、耳の穴かっぽじってよーくよーく聞けよ。若い若い方の娘もらっていくぞ。許しておくださいお願いですから。私は行きません。お父ちゃんの声、これはマイクじゃねえんだから。お願いでございます。おい、よく聞けよく聞けよく聞け。おばさん、よく聞けよ。おばは？私は服なのかよ。すいません、あの、お金も何もいりません。クレーマルよ。すいませんでした。バカ野郎。陽子は、あの、手離すなよ。おもちゃ迷子になっちゃうからな。おもちゃ、ダメだよ、待って。おもちゃ、おもちゃ、まあ、おもちゃじゃないんだよ。おもちゃ、おもちゃ、断崖だ。おもちゃ、ダメだ、おもちゃ、おもちゃ、おもちゃ、泣くんだよ、いっぱい。
おい、どこ行くんだよ。ダメダメ、迷子になったらどうすんだよ。おもちゃダメ。迷子のお知らせを申し上げます。黄色のセーターを着た6歳ぐらいのお子様で、志村陽子ちゃん、お父様が迷子になっております。1階の隔離室までいらしてください。ただいま。お帰りなさいませ。川口君。はい。明日どうなってるの？はい、9時から自民党党員の集い、11時から伊沢物産社長との会合がございまして、12時から総理と定例の食事会、14時から有権者の集いに出席、16時半から駅ビル建設に関する調査報告がございまして、18時から岩沢先生のご子息の結婚式。岩沢の？はい、岩沢先生です。衆議院弾んだけよ。はい。21時から藤岡会長と銀座のクラブパトリシアでお会いすることになっています。そうか。はい。あとこの前のサイパの日帰りな。はい。ああいうスケジュール入れんなよお前。あ、申し訳ございません。あ、今度気をつけます。では私、明朝お迎え、8時にお迎え参りますので。はい、ご苦労さん。じゃあ失礼します。お疲れ様でした。気を使えた。風呂入るぞ。あの、あなた、その前にちょっと。なんで？新聞社の方がお見えになっております。新聞社？はい。いやいや、先生のおかげで助かりました。それでは、お約束の。あれかな。来てんのか。ええ、私ではお話が分かりかねますので、応接の間の方にお通ししておきました。待ってんのか。はい。
日村だな。私、産経新聞の田代と申します。実はですね、1ヶ月でいいんですけど新聞取ってもらえないですか。ティッシュと洗剤つけますから。それに彫刻の森のサービス券もこれ4枚つけますから新聞取ってくださいよ。お願いしますよ。お願いします。確かに新聞社だ。こりゃいいや。帰ってくれ。帰れ。帰れ。こんなやつ入れんじゃねえよバカ野郎。しなさい。どんな事情があるか知りませんがね、あなたはこの子の母親でしょう。ん？すいません、この子お願いします。もう我慢できない。あー、すっきりした。バカ野郎。先ご飯にしようか。あ、そう、今日ごそうだな。そう、お肉がね、安かったのよ、ちょっと。じゃ早速食おう、食おう、食おう。うん。こりゃうまそうだな。さあ、食おうか。おい、若いんだな。また酔っ払ってるのね。なんだよ、俺が酔っ払ってる。自分の稼いだ金で酒飲んでどが悪いって言うんだから。あ、そう、あなたそんなに稼いでるわけ。やがましいこと言うんだね。むしろね、寝るぞ俺は。ちょっと、洋服ぐらい自分で脱いでよ、もう。うっせえな、もう。私に悪いところがあったら何する。だから行かないで。せめて今夜だけ一緒にいて。ありがとう。うー、疲れた。お疲れ様。はい、あの今日お給料日だよね。あー、はいよ。ご苦労様。少ない。私にだってね、付き合いがあるんだから、ガタ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 言うんじゃないのよ。だってこんだけで今月どうやってやってくる。私うるさいわね。
母さんもちょっとわからないところがあるんです。じゃあわからないことがあったらお母さんに何でも聞きなさい。この問題なんて書いたんですか。次の計算をしてください。あ、この計算は僕がすればいいんですね。そう。そうですね。ケンちゃん今引き算やってるのよ。引き算をやってんです。はい。うん、じゃあこれお母さんが問題言うから、うん、ケンちゃん答えて。はいはいはい。23-8は34-5-6。けっちゃん、足し算じゃないのよ、引き算なの。あ、そうか、一気ね。23-8は分かりません。23-8でしょ。うん、3より8は大きいでしょ。大きいですね。だからそういう時は隣から借りてくるんでしょ。あ、そうか。はい、わかりました。ケンちゃん、んどこ行くの。お隣に帰りから。お母さん悲しい。お母さん、ようこさんよ、ようこさんよ。な、何を。あの、腹減っただけど、めちゃ甘だから。おじいちゃん、さっき食べたでしょ。この飯食ったか。食べた。あ、そう。あの、ばあさんの姿見えねえけど、ばあさんどこ行っただ。おじいちゃん、うん、おばあちゃんはね、去年死んじゃったでしょ。死なないんだよ。ばあさん死んだか。去年、あ、死んだ、あ、そうか。早く寝なさい、おじいちゃんも。そうか。うん、じゃあ、おやすみ。ようこさんよ。腹減っただけど飯甘だから。食べたって、何回も、さっきから言ってるじゃないのよ。俺飯食ったか。食べたわよ。ああ、そうか。ばあさんの姿見えないけど、ばあさんどこ行ったんだよ。おばあちゃん死んだの。死んだの、わかる、死んだの。ばあさん死んだ。あ、そう。飯食った、ばあさん。もう早く寝てよ、おじいちゃん。年寄りは寝てもすぐ目が覚めちまうだよ。ようこさんよ。あったのよ。めちゃ食べたわよ。ばあさん。死んだもん。早く寝なさいよ、もう。飯食った。あ、ばあさん死んだの？死んだ。あれしたんじゃねえか。ああ、そうか、オラ
俺はあれしたか。ああそうだ、おめえはあれしただ。あそうかそうか。しかしよ、うん、あれにはないったな。あれって何よ。俺には参ったじゃねえかよ。俺じゃ分かんねえよ。分かんねえ、それは分かんねえ。言ってもらわなきゃ分かんねえよ。何よ。あれだよ。分かんねえ、話が通んねえ。分かんねえ。しかしよ、あれには参ってましたな。あれは参ったな。参ったな。あん時でもおめえ頑張ったよ。ああ、そうだ。あれん時は頑張ったな、おめえ。確かそうだ。確かそうだ。でもしかしよ、うん、あれには笑ったな。あれって何よ。いや、あれには笑ったじゃねえかよ。あれじゃあ分からねえ。分からねえ。あれだよ。もう分かんねえな。ほら、最近不安なのやったよ、うん。ボケちまってるからよ。ボケが始まったか。そんなことねえ。これじゃあ家族は大変だ。大変だ。ボケたかねえな。ああ、そう言っているか。どうもどうも。奥さんどうも恐縮です。どうもどうも。どうもすみません。助かるよ。お願いします。お茶はいいや。うん。年取るとお茶が楽しみでな。そうだな。ところでよ、桑野のとこのあのせがれは今年でいくつになったのよ。ああ、うちのせがれは35になったよ。あれ、もうそんなになるか。もう30になったかよ。35だよ。あ、35かよ。ああ、でも低くなったな。だけどな、毎晩大崎かっくらってよ、困ってんだよ。大崎ってそれは桑野の若いってことお前そっくりだ。ああ、まったかだ、まったかだ。おめえは毎晩酒頼んでよ。そんなことはねえよ。いや、おめえはみんなに迷惑かけてたな。迷惑かけたよ、ほんとだよ。半端じゃなかった、おめえ。いやいや、そんな覚えはねえや。3人でよくクラブ行った時に、そうだよな。クラブの姉ちゃんによ、おめえ言うこと聞け、許せろ、なんつってよ。だけどすぐ怒っちゃってな。物投げたよ。物投げてよ、大変だったよ。俺ら苦労したもんだ。苦労したよ。そんな覚えはねえや、俺は。覚えねえってか、おめえ。覚えてねえってよ。そうだよ、俺はな。あの綺麗に酒飲むんで有名だったんだよ。ああ、やっぱりボケじまってな。これじゃ家族は大変だ。大変だよな。さて、仕事やっちまうか。どうだな、片付けちまうかな。河原を向こう運ばねえとよ。そうだ。はい、てこすれきや。あいしゃ、あいしゃ、あいしゃ、あいしゃ。怪我しねえようにな。おくらせえんです。ゆうやさんのさのさか、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 ゆうやさんのさのさか。ちょっと腹減ったな。もう昼飯時じゃねえの。飯にするか。腹減っちゃ戦ができねえ。まったくや、まったくや。うまいこと言ったもんだ、昔の人はな。さあ、飯にすんかい。だな。なあ。ああ、お茶が冷めちゃったから、これはあれだな。よいしょ。どうぞ。ああ、これは恐縮です、奥さん。すいませんな。助かるよ。助かる。さて、飯だ。クラスのせいが。あんた年取るともう食うしか楽しみはねえやな。おい、志村さんよ。おめんとこの弁当はずいぶんモダンだな。嫁が作ってくれるんだけど、孫の幼稚園の弁当と一緒だ。おしゃれだな。いいな。俺んとこなんかよ、うん、うちの母が作るからよ、うん、飯さえ詰めりゃいいと思ってんだ。だけど愛妻弁当っていうのもまだうまくいってんのだよ。羨ましい限りだ、羨ましい限りだ。俺なんかよ、母ちゃんが先に行っちまったもんだから、自分で弁当作ってんだ。母ちゃんなぜ殺しちゃったからな。お弁当が3人目だったな。1人目が逃げて、2人目殺して、あとは薬飲んだっけ。病気で死んだんだよ。病気で死んだのか。3人目がまた逃げちゃったからな。大変だ。でもお弁当はあれだよ、あのほら
料理の免許持ってんだべおめえは。そうだよ、手先が器用だからな。うん、それいいやんな。まあそうだ、それは作った弁当なんか味もそっけもねえよ。そんなことはねえよ、そんなことはねえよ。うん、カボスクッカーやるでこれ。もうありがとう。今日おかずあるよ、おたか。切り干し大根だよ。切り干しはいいや。俺とか鮭だ。うん、いいな、合成だな。鮭もこっちのあの皮の方がうめえだ、油乗ってな。うわ、うめえや。うらうめえや。カオカオ、俺は歯割ってのイカ入れてるだな、もう。いや、昔からイカ好きだからな。イカさえありゃ文句言わなかったよ。クラブ飲めても必ず鮭が食ってな。うわ、うめえや。なあ。歯が悪いから噛みづらいやな。そうだな、まったくだ。どうだ、これおたづけにしまうかな。おたづけにして、あ、これは酒たづけか。うれしいな、されてるな。これはうめえやな。このくらい時間になると腹減るからな。うわ、ゴギだ。おめえはまだ箸の使い方できねえのか。しょうがねえんだよ、お前。はい、だよ。お前って持たないとダメだよ。なあ、大きいなお手だよ。うわ、失敗したよ。お茶はほら冷たかったよ。冷たいお茶じゃお茶漬けするのよ。おかしいじゃん、これ。この魚のこの焦げたとこはいけねえらしいで。そうか。あんでもガンならしいからよ。でもうめえや。ウインナーだよ、ウインナー。お面とか飯は少ねえな。もう俺はあまり気がちっちゃくなっちゃってな。あ、そうか。うわ、花粉が。あんまり食ってるとよ。時間で食っちまうからよ。仕事やんべか。片付けしまうか。まあ、やっちゃんべや。そりゃそうだね。なあ。これはうまかった。最近の弁当はなんでも便利だな。こうやって冷めねえだからな。いいやな、おめんとか俺んとかまだ新聞紙にアルマイトだ。懐かしいよ。うまかった。絶対に食えよ。食え。
よかったら食ってくれよ。いや何でよ。俺昨日やっちゅうほどな、送ってきてメロン食っちまったんだよ。どこでよ。いや家でよ。どっから送ってきたのよ。田舎からよ。田舎どこだっけ。帯広だ。帯広だか。夕張メロンだ。有名なの。食わねえのかよ。さてちょっとしょんべんしてくかな。食わな。昔からこの果物とかフルーツダメだったな。ダメだったな。なあ、うん、育児がねえなあ。でもな、いや他のは何でも食うけどな。ああそうかい。さてやっちまうか。そうだ。仕事な。ああ、悩みねえのかおめえ。ああそう。どうしたもんかな。どうしたんだよ。え、どうしたんだよ。いやちょっと恥ずかしい話だ。ちょっと悩み事があってよ。あんたお前ら友達じゃねえか。もう悩みだったら俺らの話しみだよ。言っても弾まんねえことだからよ。言ってみねえと分かんねえべ。そうか。ああ実はよ最近よ、夜のあっちの方が全くダメでよ俺。お前やめや。この年になったらみんなどうなんじゃねえ。そうだよ。だってお前週に3回しかできねえだって。精一杯だよ吉村さんよ。できすぎじゃねえのか。あ、そうかい。若いやつよりで やってるぞ。そういやそれ。おめえんとこはよ。俺んとこはもう打ち止めだ。じゃあ証明するだけかい。もう使うもんなんねえ。かわいそうだ亀さんがよ。おめえ亀さんたってお前俺と女同じ年だからもう関係ねえべや。女は灰になるまで欲しいもんだって言うでよ。おめえ本当だね。そりゃな、そりゃそうだよ吉村さんよ。吉野さんの場合はよ、若い頃に女遊びが激しかったからよ。なに、みんなも罰が当たった。若い時使いすぎたってか。もうはずからバセバセな。何言ってんだお前。そんなことないお前。なんか何でも手帳に全部つけてたじゃねえ。いやおめえねえだよ。僕かみさんの暴露本出せなかったな。暴露本出したのこれが出すってか。喧嘩してんのおめえ。これはおめえやってやるぞこの野郎。まあ年取って喧嘩してもしょうがないんじゃねえかよ。まあまあっておめえが言い出したんじゃねえのか。やったものはしょうがねえべ。だってやってねえよ。もういいんだっけこれで。ああもういい。運んでべ。仕事やっちまうか。そうだな。なよいしょ。さっき、じゃあ瓦屋根であげるか。なほら上に登るからよ。上頼むわ。おめえら上に登ってくれ。いいじゃん。いねえよ。いねえよ。気をつけろよ。いねえ。足元気をつけろよ。いねえ。よっしゃ。じゃあ行くぞ。行くぞ。よいしょ。今日はずいぶんはかどったな。そうだな。少し仕事しすぎか。足元気をつけろよ。なあ。さて今度来んのは来月だっけかな。そうだったっけな。来月の3日だったら来んのな。おめえ渋谷さん。ビート忘れるんだ。おい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 。奥さん。奥さん。今日は帰りますで。はいどうも。一杯やっていくか。あそうだな。じゃあ瞳行ってこうやってやってくれ。おめえ瞳とできてんじゃねえの。あの人たちってなんて仕事遅いのね。
だよ。もう少しだから待ってて。早くしてくれよ。分かってるわよ。まだかよ。ねえねえ、口紅どっちがいいかな。いつもはね、このお洋服の時はこっちなのね。でもこれ昨日買ったばっかりなのだから、こっちもつけてみたいなって思うんだけど、どっちがいい？こっちがいいよ。そんな言い方するんだったら、私行かないからあなた一人で行けば。そういうわけいかないんだよ。うん、じゃあどっちがいい？こっちかな。こっち？そうでしょ、私もこっちがいいんじゃないかなって思ってたの。いいから早くしてくれよ。みんな待ってんだからさ。早く。また。はい、最後。はい。あ、そうだ、帽子。帽子も2つあるのよね。ねえ、どっちがいい？どっちだっていいよ。そんな言い方しなくたって。じゃあ私行かないわよ。そうはいかない、悪かったな。じゃあこっちかな。えぇ、ー、こっちこっちこっち。ちゃんと考えてんの？こっち。私違うんじゃないかなって思ってたのよ。よいしょ。はい、だけど、ちょっと待った。いいやん、これダサいもん。頼むじゅ。見てろ、お前。こんな感じだ。
ちなさい。どんな事情があるか知りませんがね、あなたはこの子の母親でしょう。うん？すいません。この子お願いします。もう我慢できない。ああ、すっきりした。バカ野郎。もう手挙げてますけど。手挙げてもらえないかな。笑ってねえかね。我慢してこないと。さあ行くか。兄貴、もう銀行強盗やめましょうよ。もう楽しくないんだよ。惜しいですけど、一回も成功しないじゃないですか。大丈夫だよ。どうすか？行くぞ。はい。よし。手挙げろ！手挙げろ！ああ、いらっしゃいませ。手挙げろ！おい。ああ、いらっしゃいませ。金出せ、金を！金を！はあ。金を出せ。銀行強盗だ。何でしょうか。あのねお金を出せって言ってんの。金出せよ。はあ、見せかえよ。はい、ありがとうございます。やめる。やめるってどうして？これ以上みんなについていけないのよ。何言ってんのよ。だっていくら頑張ったってダメなものはダメなのよ。チアリーダーっていうのはみんなの人気者じゃなくちゃいけないのに。スタイルだって悪いし顔だって可愛くないしダンスだって下手。どこを取っても魅力なんて一つもない。そんな人たちと一緒にやっていけないのよ。のりこ、ようこ、何やってんの。早く練習しよう。何してんのよ。こんな人と一緒にやっていけないの私。そうよね、私もやめるわ。何どうしたの。ちょっと、ね、
何やってんですよね。もうさ、あんな子たちはほっといてさ、練習しましょうよ。そうしましょう、ね、頑張りましょう、はい、行くわよ、はい、せーの、カメカメカーメン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 、素敵、決まったじゃねえかよな。さん遅いよね。そうですよね、うん、売れっ子のディレクターさんですからね。そうだよね、お忙しいんですよ。そりゃそうだよね。時期いらっしゃると思いますよ。そうだといいよね、うん、こっち見てくださいよ。あ、わかったわかった。はい、すいません。あ、どうも。お待たせしました。あ、どうも。先生待った、ごめんごめんごめん。お忙しいのにお呼び立ていただきまして、まだ仕事残ってるからちょっと巻きで巻きでお願いします。あ、そうですか、早速本題に入らせていただきますね。お願いします。どういったコマーシャルを撮るのかなと思って。実はですね、コマーシャルを撮ろうと思うんですが、そこでぜひ志村先生に演出をお願いしたいなと。で、何のコマーシャルですか。大丈夫だのコマーシャルなんですけど。大丈夫だって番組の。はい。あ、たまに見るよ、あれ面白いんじゃない。いいんじゃないの。で、どんなコマーシャル。あ、一応絵コンテを書いてきたんですけど、ご覧いただけますか。見るよ、はい、これは何。はい、まあ、男優さんがですね、アップでリエちゃんと。あ、アップね、アップね、はい、それで次がこれね。はい、それで女性の方が、クワちゃんと。あ、リエちゃん、クワちゃんね、はい、これアップね。はい、そうです。それでちょっと引きになりまして引いて、はい、またリエちゃんと。リエちゃんね、はい、はいはいはい。それでこれまた女優さんがですね、クワちゃんと。同じね、はい、はい、はい、オッケー。それでこれが、それで最後は合体いたしまして、大丈夫だと。ああ、なるほどね、はい、これどっか見たことあるな。これパクリ。いいいいよ、オリジナルです。オリジナル、はい、そっち考えたのね。そうです。なかなか面白そうだね、このコマーシャルね。やっていただけますか。やってみようかな。 ありがとうございます。やってみようか。よろしくお願いします。で、役者さんは。一応こちらで用意させていただきたいと思います。じゃあ任せていいのね。はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。ね、で、スタジオはどこ。スタジオはどちらでも。どちらでも、はい。あ、じゃあ、まだ決まってないのかな。じゃあ川田町スタジオなど。あー、やだな、あそこな。他ないの。じゃあ、アバコスタジオ。あ、いいかもしれないよ。そうですか。じゃあ何時、時間は何時。はい、そちらの時間に合わせて。あと、弁当は以前にしてね。わかりました。はい、じゃあよろしく。はい、じゃあよろしくお願いします。さあ、じゃあよろしくね。じゃあ、先生よろしくお願いします、はい、まずはこれ取ろうか。はい。団員さんは。はい、団員さんお願いいたします。あ、どうも、おはようございます。おはよう。こちらね、はい、クワちゃんです。クワちゃんね、はい、あ、いいかもしれないね。じゃあセリフ一応やってみるから。はい、テストね。はい、3219、はい、リエちゃん。いい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 。じゃあ行こうぞ、ね、あ、もう本番ですか。はい、はい、じゃあまずこのアップから撮っとこうかね。わかりました。はいはいはい。じゃあこの V の前ね。はい、もう本番いきますよ。はいはい、アップいきますよ。はい、いいかい。お静かに。3、2、1、9。リエちゃん。あ、オッケー。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。じゃあ今度は女優さんの方行こうか。じゃあアップの方。先生、ちょっと女優さんがちょっと遅れてるもんですから。遅れてる？はい。僕すごい忙しいのよ。気遣っていいよ。あ、分かってるんですが、大丈夫？できれば男優さんの方をして撮っていただけると。じゃあ今度引いたフィルムサイズの、はい、お願いします。はい、じゃあ、分かりました。同じことね、同じことね。はい、いきますよ。いいですか。はい、3、2、1、よっ。リエちゃん。笑ってダメ、笑ってない、真剣でね、はい、笑顔でいいけど。リエちゃんって笑ってダメ。はい、はい、いきますよ。すみません。はい、3、2、1、ドピュー。リエちゃん。はい、カット、オッケー。素晴らしい、素晴らしい。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。はい、次は、両さんは。はい、ちょっと何やってんの、時間ないんだよ。もうすぐ来ると、どうなったの。はい、時間ないんだから。すぐ来ると思いますから。頼むよ。すいません、すいません。おはようございます。女優さん呼ばないと。
んです。彼女ですか？写真の中ではよかったんですけど。いいのね、予算なかったのね。あ、すみません、申し訳ございません。じゃあ、あの、ねぶた、あ、なんだ、いいです。あ、じゃあ、こうやって、はい。はい、じゃあ、セリフ言ってみようか。はい、3、2、1、9。くっちゃん、もっとあの、高い、かわいい、くわちゃんって聞こえてないの？くっちゃん、笑って、笑って、くっちゃん、いい、いい、笑って、気持ち悪い、気持ち悪い。じゃあ行くよ、はい、行くよ、はい、3、本番だよ、3、2、1、飛びよう、くっちゃん、オッケーね、はい、そっちオッケーだよ、はい、いいね、はい、オッケー、え、オッケーだよね、はい、はい、じゃあちょっと引いて、引いて、行くよ、この肉なんとかなんねえか、これ汚いのね、はい、行くよ、本番、あ、3、2、1、飛びよう、くっちゃん、笑っちゃダメだ、笑っちゃ、今のオッケーかな、オッケーです、どっちがオッケーだよ、こっちオッケー、はい、こっちがオッケーです、はい、じゃあ合体行こう、はい、合体行こう、はい、合体行こう、はい、合体行こう、合体の2人、あの、重なって、あの、はい、ほらね、大丈夫、大丈夫、じゃあ2人だよ、セリフ合わそう、大丈夫だね、はい、はい、はい、セリフ行くよ、3、2、1、9、大丈夫だ、いいね、いいね、セリフ入ってるね、はい、じゃあ合体しよう、はい、はい、合体、よし、はい、行こう、かっちゃん、ほらほら、下に立つ、こう、ポッと乗っかって、ピュッと決まらないと、足を前にピュッと絡めて、シュッ、大丈夫、だった、はい、はい、あそこだけ、あの、気持ちだけやってみよう、気持ちだけ、はい、動きいいから、はい、足をヒュッと絡めて、シュッ、大丈夫、だ、はい、はい、乗って、はい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 、足をヒュッと絡めて、大丈夫、だ、足を広げんじゃねえよ、お前、ほら、こっちのよ、うっとしな、ああ、ああ、なんだこれ、なんか威嚇ったのよ、もっと、ピュッと乗んない、ピュッ、はい、うん、はい、ピュッ、せーの、ピュッ、乗っちゃう、乗っちゃう、足を絡めて、足が見え、なんだこれ、大木みたいな足しやがって、はい、行こう、はい、はい、3、2、1、ダメ、大丈夫だ、食べないと、あんたも、クワちゃん、クワちゃん死んじゃうよ、死んじゃうよ、ほら離せよ、お前、あ、あ、パンって見てた、ダメだよ、ダメだよ、首絞めたら死んじゃうだろ、ちょっと横でさ、練習しよう、あの、少しこういう風になってたな、こういう風になって乗るところを、ちょっと、俺がやるから、こうやって、はい、ってピュッと乗らないと、ピュッ、ピュッって、はい、ピューです、うん、はい、はい、練習して、はい、せーの、ほっ、ピュッ、あ、危ねどうするんだこれ、外見てるやつをよ先生のお力でなんとか一つ先生、いくら演出でもできないぞ、これよし、そうですか、もうじゃあもう、あの、肩車しちゃおう、え、なんですか、肩がぐらいして、ちょっと勘弁してくださいよ、うちの親父より重いんですから勘弁してください、大丈夫かよし、でも分かった、あのな、セリフ変えた、セリフも変えて、音楽つけよう、はい、まあ、じゃあ今度全部並んで、はい、な、はい、音、キュー、ぶつかっといて挨拶はなしかよ、俺ら、ごめん、ごめんで済むんだったらな、警察いらねえんだよ、俺ら、どうすりゃいいんだ、肩痛いんだ、治療代くらいもらっとこうか、治療代、金だよ、金、まあ、10万ももらっとこうか、あ、今最近持ってないよ、俺ら、舐めとんのか、お前、俺ら、
別に舐めちゃいない。おめえよ、痛い思いしなきゃ分かんねえようだな。え？どうしよう。おめえの口からよ、お願いですから殺してくださいって目に合わせてやるんだよ。え？ほら、なんかなんか、金ないんだ、これで勘弁してくれ。なんだねえの、こんなうちいけばかえるの。